有明ゆえ駅は、長崎県島原市有明町池田にある、島原鉄道島原鉄道線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ北西から南東に走り、ホームは線路の北東側に置かれている。一階建ての駅舎が、ホームのほぼ中央、北側に接して置かれ、内部には、平町方から順にトイレ、待合所、駅の事務室がある。 無人駅。事務室の窓にはブラインドが降り、待合所側に設けられた出札窓口はシャッターが閉じたままの状態となっている。なお、自動券売機や自動改札は設置されていない。駅の南側及び北側に集落が立地し、人家が多い。周辺に丸高生線市場あり明け店がある。国道251号は、駅から北へ行ったところを東西に走っている。 南高ゆえ郵便局が駅の南およそ500メートルのところに、島原市立ゆえ小学校が駅の南西約1キロメートルのところにある。2018年度の年間乗車人員は17,778人、校舎人員は21,162人であった。近年の年間乗車人員、校舎人員の推移は以下の通り。 第67巻長崎時計年間長崎県京弁鉄道停車場設置報東1919年5月14日島原鉄道百年市島原鉄道2008年116ページ10月以降の鉄道バスの各種変更について島原鉄道をお知らせ2019年8月23日ありがとうございます